コナミスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はセルビア対日本、こちらをご覧いただきます。日本国国歌お聴きいただきます。続いてセルビア国歌です。さあ北澤さん、この戦いを見ていく上で注目すべき選手がいましたらお願いします。そうですね、マティッチですかね。まずはフィジカルが強いですよね。リーチの長さを生かしたディフェンスには注目ですよね。守備範囲の広さもあってチームが欠かせない選手ですよね。なるほど、そういった部分も今日の見どころですね。セルビアのキックオフでスタート。セルビア対日本、この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね、自分たちのフットボールをする、うん、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね。はい、まずはこのゲームの立ち上がりです。遠藤、今のファウルには注意があったようです。まあ、まだ時間がありますからね、慎重にならないとですよね。ミリンコビッチ・サビッチ上げてくる、これを拾いたい日本。上げてくる、どうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。頭できた、防いだ、一瞬のクリアですね。ミトロビッチ、素晴らしいポジショニングでした。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。セルビア、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。マティッチ、コスティッチ、ラドニッチ、ここで前を向けるか。中は枚数います。ここはクロス、スーゾーン、ルーズボール。マティッチ、これもファウルですもんね。直接狙うにはまだ距離があります。クリアです。一旦前を取るマティッチ、ボールがシュート、いやー、ファインセーブです。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。
好セーブを見せました。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。マクシモビッチ、サイドを使います。コーナーキックが続きます。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。さあセルビア、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね。立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。大迫、長友、スルーパスを出す。ミリンコビッチ・サビッチ。セルビアはこの序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。非常にいい立ち上がりですよね。先制点を取ることで余裕が生まれますからね。この後自分たちのサッカーをしやすくなりますよね。南野、伊藤、ここで受けてボールキックとなります。コスティッチ、マクシモビッチ、ロングフィードで狙う。 いいボールだ。伊藤、おこれいいでしょ。中に合わせてくるか。さあ中央へ、ミレンコビッチ、マティッチ。セルビアがこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。南野、境から大きく縦。日本としては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね、これはサイドが起点になるということなんでしょうか。そうなんですよね。サイドに流れることで相手ディフェンダーを外に引っ張ることができますから、そうすることで中央にスペースができるので、そこに2列目が飛び出していくっていう形ですよね。まさに陣取り合戦ってことですね。そうなんですよね。大迫からこのフィードパス、このパスを防ぎます。クリア、ヤイッチ、ナスタシッチ、サイドチェンジ、コスティッチ。さあつながるか。冨安、これを読んでいた。遠藤、縦へのボール、マティア・ナスタシッチから縦へのボール、伊藤から大迫、
撫でるようなボールタッチ、どうだ、このクリアボール拾いたい、一人持ち上がっていくコスティッチ、サイドチェンジした形、裏を狙っていきます、このシュート、追加点決めます。これで2点差。力強く足を振り抜いたシュートをネットに突き刺さりました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは2対0としています。セルビアとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね、チェックを受けますが、ミドル、これは枠を捉えていた、遠藤ミドルシュートでした。チャレンジはしません。後ろに流す、ラドリッチ、裏へ届くか、仕掛けるか、どうだ、さあ一気にカウンター、柴崎、日本が最終ラインまでボールを下げる、吉田から長いボール縦へ、一気に縦へのアーチ、吉田このボールに触ります、南野このボールに触ります、遠藤からのパスは通りませんでした。ミリンコビッチ、サビッチ、ラドリッチ、左サイド上がっていく、足元大事に行きます、コーナーキックです。ここはキーパー処理しました。タディッチ、チャンスを演出できるか、柴崎、ボールのこのパス、スルーパスを狙う、裏へ抜けた、ここも固い守りでボールを奪います。セルビア、ナスタシッチ、マティッチ、マクシモビッチ、大きく縦へ、ラドリッチ、ボールを下げてリズムを作るか、よく見えてますね、ミリンコビッチ、サビッチ、速いパス回し、ミレンコビッチ、右サイドから上がります、南野、セルビアとしては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。タディッチ、ミレンコビッチ、マティッチ、ミリンコビッチ、サビッチ、マティッチ、ナスタシッチ、長いボール縦へ、クリア、このピンチをなんとか出します。どうだ、クロス、オフサイドです。
前半の41分を回りました。富安、伊藤へ、南野、柴崎へ、大迫、チャンスになる。細かいパス回し、長友、柴崎へ、組み立てながら攻め上がっていく。柴崎、原口から左へ。さあどうする。長友、攻撃的なサイドバックです。上がっていく左サイド、裏へのスルーパス、吉田、このボールをカットします。南野、伊藤へ、スルーパスを出す、中央へ、ここでファールがありました。注意に終わります。さあセットプレー、直接狙うにはちょっと厳しいか。ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。さあ北澤さん、前半の印象をお聞かせください。中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは印象は絶対じゃないんですよね。特に45分で入場というのは一番危険な点数でもあるんですよね。セルビア対日本、セルビアが2点を先取して折り返します。後半スタート、ドリブルで上がります。伊藤、抜けるか、中へのクロス、ナスタシッチ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。サイドへ、さあ上げる、中央へ、柴崎へ、南野、セルビア固いディフェンス、ここはすぐ奪い返します。セルビアチャレンジはしません、後ろに流す。ナスタシッチ、タディッチ、コスティッチ、ラドリッチ、大きくサイドチェンジ、このパスがつながります。タディッチ、マティッチ、マティッチからのパス、この位置で受ける、中央へ、合わせたかったですよね。ちょっと時間をかけすぎましたよね。相手が戻りきる前にパス出したり切り込んでいったりとかね、そういうアクションも欲しかったですよね。柴崎、南野へ、ここで丁寧にボールを扱う。長友へ、どうする、日本、ここでファウルをもらいます。シュートはミドル。セルビアはディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。狙っていくのはいいことですよね。ビハインドの状況でもまずはこういう気持ちで積極性をアピールすることが大事ですよね。打っていけば何か起こるかもしれませんからね。長友、このボールをカットします。長いボールを送ります。南野、中央からサイドへ、南野、
大迫、いいプレッシャー。ヤイッチ。セルビアはこのセカンドハーフの序盤を2点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。まあ次の1点が決まるようなことがあればほぼ安全圏ですよね。サッカーやってる人ならわかると思いますけども、ハーフで3点ってそう簡単に取れないですからね。ただ油断は禁物ですよね。この時間帯ですと 2-0 は追いつかれる可能性もありますからね。大迫から原口、ナドリッチ、マクシモビッチ、マティア・ナスタシッチからのフィードボール。後半に入りそろそろ15分というところ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。セルビアとしてはシュート、セルビア素晴らしいプレーでしたよね。これで3ゴール差になります。クロスからのボレー決めてきました。クロスの質、合わせる選手のタイミング全て揃ったからこそ生まれたゴールですよね。ミトロビッチ、今日2点目です。さあセルビア、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。マティッチ、ミトロビッチ、サイドを使う、丁寧に足元を使う、タディッチ、マティッチ、マティッチからコスティッチ、いけるか、クロス合わせてくるか、遠藤、ここは競り勝ちます。柴崎、さあ持っていく、プレッシャー、ナスタシッチ、大迫がこれはファールを取られました。遠藤、柴崎へ、南野、大迫、アーチのようなパス、クリアです。シュート、タディッチからミトロビッチ、どう入るか、上がる、吉田、インターセプト、長友、長いボール縦へ、原口、左サイド上がっていきます。大迫へ、柴崎、大迫、遠藤、プレスからボールがこぼれる、ミリンコビッチ・サビッチ、セルビアが最終ラインまでボールを下げる、柴崎、素早いパスで攻め上がっていきます。さあどこに出してくる、シュート、止めた、これはキーパーがいい反応でした。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。この難しいボールによく触りました。ショート、吉田に渡る、
ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。長友、左サイド上がるか、長友から原口、柴崎へ、原口に渡る、これいいでしょう。ここで丁寧にコントロール、チャンスを演出できるか、遠藤、サイドを使います、長友へ、さあ左サイドへ、原口からファーサイド、受けるか、シュート、決められない、中央、絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね、もったいない気がしますけどもね。柴崎、長友へ、長友、左サイド上がってきます、クロス、これを拾いたいセルビア、ヤイッチ、この試合アシストを記録しています。柴崎、ここは対応します、ここでファウルがありました。残り10分を切りました。富安、ここは奪います。セルビア、ここでファールをもらいます。これは狙える距離でしょう。ここで突き放すことができるのか。おお、素晴らしいゴールでしたね。大量リード、ゴールに吸い込まれていきます。この辺をきっちり決めてくるっていうね、チームにとっても監督にとっても非常に頼りになりますよね。さあセルビア、現在圧倒的な強さを見せています。サイドを縦に走らせます。ここは間合いを取る。さあ中はいる、柴崎、遠藤、あそこをやはり突破するにはもう少しスピードを上げる、そういったことが必要になるでしょうね。イレンコビッチ、タディッチ、さあ右へ預けて、これファール、カードをもらうかもしれません。これはイエローを食らってしまいます。審判に抗議しますか、これは認められません。どんなボールを選択するのか、これはクリア、伊藤、ふわっと裏を狙う、手元の時計3分を切っている状況、裏を狙う、日本が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。
ミリンコビッチ・サビッチ、タディッチ、このボールはミトロビッチ、スペースを狙った、どうする、タディッチ、原口、柴崎へ、富安、柴崎へ、富安から緩いフィードボール、ミリンコビッチ・サビッチ、タディッチ、さあ笛が鳴りました。4対0セルビア勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。セルビアとしては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。セルビア勝利して勝ち点3を手にしています。